さあ今月も始まりました、みんみんのみんどころからのたくましいみんの夢どころというわけで、今月は、サブ MC のポンズーさんが欠席ということで急遽高梨ゆめりさんに来てもらいました。来ちゃいました、高梨ゆめりです。よろしくお願いします。お願いします。今回ラジオということですけども、テレビとかには出てるの、出演してるのを見たことがあるんですが、ラジオは、ラジオはね初めてですよ。実は初めてということでドキドキしております。見た目からはあんま緊張してるようには。え嘘でしょ。みんなから言われるみたいですが、めちゃめちゃ緊張してます。実は顔に出ないタイプということで。めちゃめちゃ出ると思う。多分ね、何人か、あ、顔硬直してるなみたいな絶対思ってると思うんですけどね。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。で、あのコロナ対策について高梨さんが噛まずに読みますので、よろしくお願いします。噛みまくりで読みます。はい、ではでは、コロナ対策について、はい、まず演者スタッフの検温を行っています。換気50分に1回行っております。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒をしております。除菌機器を導入しております。鳥越アズーリ FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますがご理解くださいということでね。はい、噛んだ？大丈夫だった？はい、なかなかいけたんじゃない？ちょっと詰まったとこあったけど初見なのでね。はい、ではね、番組のご質問お便りですね、こちらアットアズパン FM に送ってください。いろいろお待ちしておりますよ。ありがとうございます。で、今回、今月の目玉企画として朗読劇をやることになりまして、それの、台本を提供お貸しくださった方の紹介を取り合い、あの今からしたいと思います。はい、いつきさんという方で、アルファポリスという、小説や漫画を、掲載しているサイトがありまして、そちらで、私は2人用の朗読劇にいい台本がないかということで探してましたところ、いつきさんの台本にたどり着きまして、今回このラジオで私たち2人で披露するということで、今回お借りしました。ありがとうございます。よければ他にもいつきさんの台本や小説などありますんで、見てみてください。はい、こちらですね。で、あと最初番組のオープニングで流れたジングルなんですけども、こちら高梨さんと同じ放置少女声優オーディションに、参加されてました伊代さんという方がいまして、いらっしゃいまして、そちら、伊代さんから、楽曲提供いただきまして、はい、今出ましたね。これ何の写真だ。顔が隠れてる。勝った？え、なんだろう。独特なアイコンを使ってますね。でもアイコン可愛いよね。はい。お花。作詞作曲やってるということで、今回、お願いしたところ心よく承諾して、くださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。で、またイオさんも、この番組に、順次呼んで。ポンズーさんとコラボしたりなんだりいろいろ考えてますんで、応援の方よろしくお願いします。それに、それとあと今回、高梨ゆめりさん、出演するということで、あ、どっちだ、はい、チェキプレゼントということで、お便りくれた中から抽選で1名様に高梨さん特製のチェキをプレゼントしますので、どしどしお便りをください。で、先ほども言いましたように、
マイスタというアプリで、ただいま放置症状、はい、放置症状、オーディション、声優オーディションというのに参加してまして、それの決勝戦があるんですよね。はい、実はあります。現在ね、高梨ゆめり放置少女声優オーディションに参加しております。でね、5月の21、22と見えるかな、はい、5月21と22に、イベント審査の方がございます。皆様のおかげでね、なんと最後のこの最終審査のイベント審査まで進むことができたので、本当に皆さんありがとうございます。ちょっとね、全力で頑張ってまいります。新キャラクターちゃんね、今日は新キャラクターちゃんの髪真似をしてきましたので、気づいてくれた方もいるのかな、わかんないけど、ちょっと真似してました。とても可愛い感じで。で、あの今日ちょうど、先ほど21時から、マイスタのアプリの方で、気ままに研究会という、番組がありまして、それはあの放置少女という、声優オーディションの、上位入賞者の方をさ、あの紹介するという番組だったんですが、そこ、高梨さん1位ということで番組に出演してましたが、どうでしたか、リモートということで。リモートでしたね。めちゃめちゃ収録長くって、もう10時間ぐらいやってた。10時間はさすがにしてないけど、どれくらいだろうな、3時間、あ、愚痴ですか、4時間。あ、番組批判これ。いや、違いますよ。そういうわけじゃない。いや、そういうわけじゃないんですけど、はい、まあ、あの出演者がね、今回すごい多くって、もうすごい皆さん、あの特徴的だったりとか、いろんな個性が強力なライバルということで、もう本当にみんな素晴らしくって、もうどうしようって思いながら。特にこの人はライバルだなっていう人はいますか、じゃあ。私のキャラが被ってて、この人だわ。この人はちょっとよ、あの強力なライバルになり得る人物だなということが。私自身がキャラ濃いから、はい、多分かぶってはないんじゃないかなと自分の中では思っております。唯一が独尊ということですね。え、唯一無二の存在ということですね、放置少女オーディションの中で。まあ、そういうことにしときましょう。完璧ガールとして、はいはい、完璧ガール。なんか、じゃあ、あの暇券見た感想などもね、送ってもらえれば、あれこちらで読み上げますんで。で、他に今日 お便りがオープニングから大量に、ありがたいことに、ありがとうございます。高梨効果ということで。いやいつも1通か2通なんですけども、高梨効果ということで10通ほど来てまして。嘘、おっしゃいな、はい、ちょっとピックアップして読んでいきたいと思います。はい、ではね、どれから読もうかなって感じなんですけど、本当にたくさん送ってくださっててね、ありがとうございます。ではお便り1つ目から、読ませてもらいますね。はい、ということで、しまちよさんからお便りいただきました。高梨ゆめりちゃん、ラジオの出演おめでとうございます。はい、ありがとうございます。来月に迫った放置少女オーディション、最終審査ですが、まだ内容は発表されていません。ゆめりちゃんの思いと意気込みを教えてください。僕も全力でサポート応援します、ということで、ありがとうございます。はい、まあ、先ほども言わせてもらったんですけど、5月21、22度もう1ヶ月を切っちゃったんですよね。で、まだちょっと発表内容とかは、発表はまだされてないんですけど、うん、まあ、大体こういうの来るのかなみたいな、過去にね、はいはい、東京ミュウミュウのオーディションもあって、まあ、それ多分観客を入れてという形になるんじゃないかというふうに予想をしていると、なるのかなって感じだけど、まあ、あの歌とかダンスとかあるのかなって思いつつ、今回結構そのキマケンって先ほど言わせてもらったんですけど、その特典の放送の方でね、早口言葉があったので、もしかしたら早口言葉、なんかういろううりっていう、ちょっとナレーションとかそういうね、ういろううり、ういろううりですか、ウイロウリ、ああ、どういったもので、拙者親方と申すわから始まる、ちょっとね、ちょっと触りごちゃ、ちょっと触りがこんな感じなんですけども、もうちょい触りを、もうちょい
いって言っても私これもうね覚えてないんですよ実は。覚えてないんですか。養成所通ってた時にちょっと一回友達と覚えて、はい、高校行く時じゃないや高校じゃないわ嘘ついたあの専攻科嘘はつかないでください。専攻科のね、まあ、学校行く時に友達と一緒にねそのういろうりを読みながら自転車で通勤するっていう、ね、通勤通学ね通学ね、はい、通学するっていうねそういうこともしてました。緊張してるんですか。緊張はいやもう緊張は特にどっか行った、はい、最終審査でここを見てほしいとかいうとこありますか、はい、そうですね。いや滑舌とか滑舌とかどんな感じそう私が滑舌悪いことちょっとダメですよ本当に。はい、はい、そうですね見てほしいところはまあ私も全力でちょっと頑張るのでなんだろうなもう私のすべてを見てくださいもうすべてを見てください。抽象的な抽象的でいいんですもう、はい、高梨ゆめりっていう存在を見てください。はいはいあとは島中さんの島中さんね大量に本当に大量にありがたいことに大量に送られてきてますから全部は読み上げられないんで枚数分の抽選券は得てますんで安心してください。安心してくださいはい、ということでもうあともう一個ぐらい読んでか1個くらいどっち読もうかな私的にこっちがいいかな。はい、はい、じゃあ島中さんのお便りもう一個読ませていただきます。こんばんは。最近は暑い日が続いていますね。温暖差が激しいからお洋服選びも大変ですよね。数日前も冬の寒さで厳しかったですね。ゆめりちゃんはこの時期お洋服選びはどうしていますか。ということでね今日も肩に穴が開いた服ということで、そう TM で昨日配信でね散々 TM レボリューションと言ってた。そうなんですよ。めちゃめちゃ可愛くないですかこの服。でもこれフードついててね猫ちゃんなんですよ実は。かぶるとね髪の毛崩れそうなんですけどほら猫ちゃんで可愛いんですけど、まあ、私基本的にお洋服選びなんですけど、はい、まあ、私の趣味ですよ。うん、肩出しとか結構太もも見える服とか大好きなんですよ。うん、女の子はねもうぜひぜひ肩を出していただきたいし太ももを出していただきたいなって思うんですよ。高梨さんの趣味ということですね。はいはいはい、まあまあいやでも私はね世の中の男性を代表して女性として言うけどぜひ女の子出してください。私が喜びます。はい、続きましてもみさんからもみさんからのお便りなんですけど、今日のゆめりさんは何パーセントですかとかいう質問が来てます。あれですか、あれですか、例のキマケン聞いたかな今日、例の伝説のキャッチフレーズっていうやつですかもしかして。はい、せっかくですから、ね、そう今日初ラジオ初出演ということで特別ですよ皆さん。私実はこれ昨日もしたしキマケンの放送でもしたんですよ。はいはい、でも見てない方もいらっしゃると思いますので、これをやること、キャッチフレーズをやることによってファンを増やしましょう。うん、はい、増えるかな。みんなこれやったら絶対好きになってね。チアしてくださいね。あ、そう、今マイスタでゆるイベの方もしてるのでよかったらチアしてください。ではいきますね。はい、あ、急振りして 3,2,1 って。はい、3,2,1 今日のゆめりは何パーセント。今日のゆめりは 120%。 恋より甘い夢を見せるよ、小悪魔天使こと高梨ゆめりです。帰っていいですか。始まったばっかり、はい、帰りたいです。これでファン10人ぐらい増えましたね、はい、本当にみんなフォローしてね、はい、ツイッターも。はい、はい、で続きまして松木さんから見どころって何って来たんですけども、うんうん、マイスターのイベントオーディションとかイベントでよく司会をされてる富所さんっていう方がいまして、はい、あ、またお便りだ。お便りで終わっちゃうやんこれちょっと。富所さんっていうお笑い芸人の方がいまして、その方が渋谷のコミュニティ FM で番組をやられてて、富所の
のぞきどころという番組をやられてまして、それ富所さんをリスペクトしてますので、その番組名からちょっとパクりました。はい、だ意味はないです、見どころに対して。はいはい、ゆめりさんに質問が来ました。チョココロネさん、ありがとうございます。ゆめりさんに質問ですが、よろしいでしょうか。はい、標準語で話そうとしても関西弁がついつい出てしまうのですが、どういった訓練をされたのでしょうか。お名前はない。じゃあチョココロネさん、はい、ありがとうございます。私結構こういう配信とかでだと、なんか標準語だから標準語だからってたまに関西弁も出ちゃうんですけど、なんか自然と、なんだろう、ラジオとかこのいつもしてるショールーム配信だとか、そのテレビ出演とかになると多分緊張で標準語になってしまったりとかしちゃうのかなって感じで、でも家とか友達と話すときは全然関西弁出ちゃうんだけど、なんだろうな、どういった訓練、特に訓練してないけど、多分関東の人といっぱい喋ったりとかして移ったのかなっていう感じはあるんですけど、多分はい、このラジオしてる時も関西弁出てくると思うので、注目してみてください。地元の人と話すと方言出るってよく言いますよね、うん、そう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 、そうなんですよ。そんな感じですか。だから標準語で話すか、私関西人ってあんま思われないんですよね。自分も気づきませんでした最近まで本当に、最近まで、嘘、それは嘘、最近まで気づきませんでした。嘘だ、標準語ばっか喋ってる続きまして、ファイティングスピリットさんから、二人はどういう関係ときました。どういう関係、いい関係だよね、とってもとってもいい関係みたいです。はい、それ以上でもそれ以下でもないということで、はい、いい関係みたいです。はい、続きまして、カズさんから、ミンミンさん、高ナスヌメリちゃん、こんばんは。ちょっと名前がね、ちょっとだナスとかヌメルとかなんとか、ナスではないですよね。ナスでもないし、ヌメってもないですよ。はい、いつものお約束の名前いじりということで、ヘアグム画像ありがとうございました。すごく良かったです、さすがです。ミンミンさん、ピューロのお披露目どうでしたか。どうでしたか。そうそう、私もちょっと聞きたい、なんかね、はい、言ってた人がめっちゃ良かったって言ってた、はい、あの先ほどまでピューロランドで、同じマイスタというオーディションアプリで、から、生まれましたピューロランド公式、アイドルのボーイズ、男性の男性バージョンとガールズという女性バージョンのお披露目、ライブがありまして、それを、見てきたんですけども、ボーイズさんの方は今まで、ほとんどチェックせずに、ライブの方も予選の方も見ずに、今回初めて生のパフォーマンスを見たんですけども、想像以上に、スキルが高くて、ダンスも、とてもパワフルで、男性、まあ、地下の、男性メンズアイドルも見たことがなかったんですけど、やっぱ女性アイドルとは違って男性ならではのパワフルさとかキレとかが ありまして、とっても良かったですね。で、誰がリーダーとか特には言ってなかったんですけど、三村アンジュさんっていう方がいまして、その方が結構トークの間、他のメンバーの、仕切ったり、まとめたりしてたんで、まあ富所さんはなんかダメ出ししてましたけど、自分としては、トーク含めてとってもいいステージだったなと思いましたね。で、まあガールズの方は、自分が前から応援してたアミミ含めて、7人の方が無事、デビューできて、ステージでとっても、素敵なパフォーマンスをしてまして、特に衣装が皆さんツイッターとかでご覧になったかどうか、ご覧になったかもしれませんが、背中の方に大きなリボンがあるのが特徴で、それをダンスしてる時に、ヒラヒラしてる感じがとても可愛い、可愛かったですね。で、坊主の方の衣装の方も自分が想像してたと全く違いまして、王子様みたいな、貴族みたいな、なんかとってもゴージャスな感じで、
今まで自分があんま知らないのもありますけど、見たことないような衣装だったので、これから何か機会あればボーイズさんも一緒に拝見して応援していきたいなと思います。白馬みたいだと、なんか白馬持ってきそうな感じじゃなかった？そうですね。はい。ね。騎馬見た方からお便り来ました。はい、した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 、これこれこれ。もう私これ読んでいい感じですどうぞ、か？下です。はい。じゃあ、カズさんからいただきました。ありがとうございます。ケマケ見ましたけど、レベル高い早口言葉の練習頑張らなきゃね。靴。壊れました。靴買ったの？っていうことで、型を出しても二の腕は出せないらしいということで来てるんですけど、肩は確かに出せるけど、二の腕はもうね、ちょっとやべえ、ね、もう太21っ分ただ。んですよ。太ったからちょっと出せない。で、早口言葉は本当に苦手だから頑張ります。ちょっと私結構、ちょっとこれ言い訳なんですけど、舌足らずなんですよ。この舌の側がひだって言ったらいいのかな、ちょっと看護師頑張れって感じひなだんでですけか。ど、あるんですけど、それがすごい短くて舌がなかなか回らないんですね。だからこれを切らないことには私は滑舌良くならないんだって思っ切るんでて、すか。切らないといけないんですよ、怖実は手術でね。まあでもそれももう時間が、ちょっとお便り読んでたら 22分になっちゃすって、ごないんすだごい、みんよ。ないっぱいありがとう。他にもいろいろ今日やることあったのに。やっていきましょう、やっていきましょう。できそう。できる、できる。飛ばそう、飛ばそう。ゆめりさんのじゃあ生い立ちを見たち、軽く、あまり小さい頃の話とか聞いてなかったんで、小さい頃、小学小学校？校時代とか中学校時代とかどんな子供だったかな、簡単に。どんな子供？活発とか。めちゃめちゃ悪ガキでした。毎活発な感回じなのね。活発だし、校長室呼ばれたりとかしたし、あ、悪い毎ことばっかしてた回の。親呼び出ししてどんだけ悪いこもとしてたの。う怒られまくってました。じゃあ男子と一緒に遊ぶような子供だった。そうだね。人の屋根登って、どんなこと？それ 猿飛でびしょ？猿じゃん、そ移れ。ったりとか、もういろん大な丈夫とですこか？登ってましたね。猿みたいに木の上に登りたかった。登りたい人生でしたみたいずっとな。木の上にいて、お母さんによく「あんたの子供また木登ってんね」みたいな、どんな報そう告？そうそう 昭和です言っか、てそたみれ。たい。そうそう大丈夫？そう。で、高校時代、時間がないんで端折りますけど、看護師になられたということで、看護師に、どういった理由で看護師を目指した？理由っていう、めちゃめちゃいい理由っていうのはないんですけど、私のお母さんとお姉ちゃんが看護師だから、なんか成り行きでなったって感じなんだけど、お金も高いしっていう感じで目指してたんだけど、その実習とかでね、めっちゃいいなって思ったので、なりました。で、看護師エピソードを大量に用意してたんですけど、時間がないちょっんとないで、の代で。表的なやつ、看護師あるある。看護師あるある？医療ドラマ、ツッコミをさせるな。どういうことですか？もう清潔不潔もいっぱいあるし、もういろいろあるんですよ。気になる人、調べてみてください。ざっくりしすぎてね。 だ時間ないんですもん。いくよ。じゃあ朗読劇いきますか。で、ここから静止画になりますんで、ぜひイメージ膨らまして、皆さん聞いてください。題名が、誕生日プレゼントという題名になっておりますんで、じゃあスタートします。あと10分で誕生日も終わりか。結局電話来なかったな。彼氏からの着信。もしもし、久しぶり。元気してた？体調が崩してないから大丈夫。
まあ毎日忙しくてヘトヘトだけど、さっき仕事から帰ってきたとこ。せっかく今日はお前の誕生日だったのに、直接会って祝えなくてごめんな。誕生日おめでとう。ありがとう。覚えててくれたんだ。ここ最近連絡なかったから、忘れられてると思ってた。そりゃ忘れないだろ。俺はお前の彼氏だし。プレゼントは特に用意してないんだけど、今日だけはお前の言うこと何でも聞いてやる。何がいい？何がいいかな。じゃあ、私のこと好きになったきっかけって何？聞いたことなかったし。そっか、お前に言ってなかったか。俺、お前の声に惚れたんだ。そうだったの？大学の入学式の時、写真サークルの勧誘でお前の声聞いて、サークルに入るつもりなんて全くなかったけど、お前のこと知りたくて写真サークルに入ったんだ。そうなんだ。へえ、知らなかった。それまで写真はスマホでしか撮ったことなかったし、カメラに興味なんて全然なかったけど、さすがにカメラ1台ぐらい持ってないと格好つかないし、慌てて中古の一眼レフカメラ買ったんだよな。サークル活動中にお前、野良猫見つけた時のことって覚えてる？あの三毛猫見つけた時のことね。覚えてるよ。俺さ、あの時少し離れたところでお前のこと見てたんだけど、猫に向けるお前の天使みたいな笑顔に惚れ直したんだ。気づいたらシャッター切ってたよ。そうだったんだ。そうそう、その写真がコンテストで賞を取って、それきっかけでカメラマンのアシスタントになれて、世の中何があるか分かんねえよな。お前と出会えてなかったら今の俺はいないし、お前に出会えて本当に良かったって思って。それは言い過ぎだよ。いや、言い過ぎなんかじゃないよ。お前には言ってなかったけど、コンテストの出した写真大きく引き伸ばして玄関と寝室に飾ってるんだ。その写真を見るたびに元気と癒しをもらってる。そうなんだ。お前の芯がしっかりしてて、正義感強くて負けず嫌いでゴミなくて、でも俺だけに甘えてくれる感じがたまらなく好きなんだよな。そんな風に思ってくれてたんだ。なんか恥ずかしい。今はさ、アシスタントで忙しくてなかなか会えなくて寂しい思いをさせてると思う。私は大丈夫。忙しいのは分かってるし。そっか、ありがとう。これからももっと頑張ってフリーのカメラマンになって、お前をモデルに写真を撮りたいんだ。そしたらお前と一緒になりたい。それまで俺のこと待っててくれるか？もう、ばっかじゃないの？ずっと待ってるに決まってるじゃない。私だって、好きな気持ちは負けてないんだからね。もう、こんなこと言うつもりじゃなかったのに。嬉しいのと恥ずかしいのとで、顔から火が出そうだよ。ありがとう。最高の誕生日プレゼントだよ。はい。というわけで、どうだったでしょうか。自分は演技初体験というか、初挑戦ということで、ぜひ感想が聞きたいですね。感想が聞きたい。そりゃコメントでか、私か。あ、私か。まあ、どっち、両方で。コメント届いたみたいですよ。ぜひ皆さん、皆さん、高梨さんと私の感想をぜひ感ぜ想を聞かせてくひ。ださい。い高橋や、さんはね、もう慣れてるもんですから。そんなことないですよ。いや、でも初めてにしては結構良かったんじゃないですか？意外とやりやすかったです。ちょっと。あ、すいません。ありがとうございます。五木さんからお便り来ました。数あるフリー台本の中から私の台本にどうやってたどり着いたんでしょうか。リラックスして楽しんでくださいねということで、ありがとうございその、ます。まあ、その説明にもなるんですけど、
実は自分も趣味でカメラやってまして、それで目を引いたんですよね、この台本に。カメラマンのアシスタントの方の、役ということで、そこら辺で、あれ、自分の、今やってることと似た感じなので、そこら辺で感情移入できるかなと思って、それで、もともと高梨さんのことは自分の主催するライブにも呼んだりもしてましたんで、高梨さんの声とかも演技とかも好きだったので、そこら辺で感情移入できるなと思ってこの台本を選びましたね。ありがとうございます。高梨さんはやってみてどうでしたか？この彼女ね、結構ツンデレっていう設定だったんですけど、私結構友達とかにツンデレって言われることが多くって、まあ、確かにそうだなっていう思う部分もあるんですけど、感情輸入できたかなっていう感じはしてますね。結構良かったんじゃないでしょうか。どうでした？高梨のツンデレ。自分の体験として、こう言って、彼氏が忙しくてあんま構ってもらえなかったという時とかありましたか、今までの経験では。彼氏っいて。ないという設定でしたら、そうだったらどういう態度を取るとか、そういうでもいいですけどね。あんまり恋愛経験が少なすぎてわかんないんですよね。でも彼氏が仕事後とか忙しくて、記念日とかもほっとかれた場合、どういう態度でいるとか、どうですか？隅っこ暮らししてるんじゃないかな。どういうなんこと？か、住み子暮らしをなしんてだる？ろう、拗ねると思う、多分。いや、でも、まあ、忘れてるんだったら、まあ仕方ないかなって思うけど、内心はちょっといじけてるって感じだとは思う。けど、まあ、本人の前では別に気にしてないしみたいな感じかなって思う。結構記念日とか大事にするタイプ。したいかなと思うけど、でも私忘れっぽいから、記念日絶対忘れると思うんですよ、私。忘れちゃうの？私が多分忘れちゃうと思うんですよ。なんかズボラだとか自分で言ってましたね。私もう全然記念日とか全然覚えてない人なので。あ、そうなの。そうそう、あの初めじ、て、うん、なんか何？うん。カップルさんの中では、初めて付き合った日どころか、100日記念日とか200日記念日ともうか絶対わかんないじゃん。どうしてんの？ 逆に気になる。いや、わかんない。じゃあクリスマスとか会わなくても平気なタイプなんだ。でも会わなかったら会わなかったで別の予定入れるかなって感じかな。会わなくて大丈夫なんでしょう。いや、でも寂しいなとは思うけど、あんまもう顔に出さない。毎年だってクリスマスぼっちですもん。ね、って言われたけど。看護師さんも結構忙しいから、なかなかそういうデートとああ、かそう予定合わそう。なさそうな感じがし私、ますね。クリスマスの時絶対夜勤入れられてたんですよね、イブと。そ それは嫌がらせなの？う。だから、患者さんが彼氏さんでした。どういうこと？そうそう、患者さんとね、イチャしてましたよ。今の彼氏は今の彼氏。ファンでしょ？そうそうそうどこ行そう。こう、今どこ行こうとしたの？何をしようとして今。エアー彼氏がここにいるいのや、かな彼み氏じたゃないくて、な。そこはファンの方が彼氏でそうすっですていうのよ。が、みんアイな。ドル声優としての正しい答えなんですけども、そこら辺ちょっとみんね。な言ってるんだけど、みんな、ふーんみたいな感じでスルーされるのよ、最近。チョココロネさんからは、感想が来ました。はい。チョココロネさん、ありがとうございます。朗読、すごく良かったです。つまされる、身につまされる感じかなって書いてました。自分のことに置き換えて考えちゃったっていうことですね。彼女になりました。で、また今回、朗読劇ということで、初めてやった試みなんですけども、なかなか自分も演技することに、前からね、やってみたいと思ってたや、舞台とか見に行くの好きなんで、やってみたいなと思ってたんですけど、今回、高梨さんと
これ朗読劇やってみて演技の素晴らしさに目覚めてしまったので、またポンズーさんも声優目指してますし、伊代さんもね、声優オーディションに参加してたっていうことで、そういう演じたり表現することが好きだと思うんで、どんどん次の参加者さんといろんな方と、朗読劇やらその他のこともやっていきたいと思いますね。はい、あと意外と時間が余ったということですか、これは。余ったの？はい、はい、だから他に、ま、前に戻って、うんうん、一発芸は用意しないということで、そう、爪楊枝をね用意するの忘れたんですよ、はい、高梨さんの一発芸があるんですよね。一発芸っていうか、なんかよくわかんないけど勝手に一発芸にさせられてるんだけど、なんかまつげにね物を乗せるっていう、最近輪ゴムを5、6個くらい乗せたのと、爪楊枝を1本乗せました。何でも乗せられるっていうことで、何でもは乗せれないよ、さすがに重すぎるのと、ボールペン乗らないからね。やろうとしてる、やろうとしてる、絶対乗らないよ。ダメです。はい、で、この間高梨さんのエピソードとして、自分が、関わってるテラフェスというお寺とサウナのコラボイベントというのが川崎の方のお寺でありまして、それの、お手伝いに、高梨さん来てもらいまして。来ました。サウナはそんな好きじゃないんですもんね。あのね、すぐのぼせちゃうんですよ私。カラスの行水ですか。うーん、すぐにお風呂とか出ちゃう。なんかわかんないけど息ができなくなるんですよね。どういうことですか。なんだろう、ドア、あ、でも露天風呂だったらいけるかもしれない。露天風呂ならいける。なんか密閉空間で熱にある、何こもってると息できなって ならない。サウナはなるよ。あれ、サウナは確かに息苦しくなるけどね、お風呂はそんななる。え、お風呂もなるでしょ。換気扇回した方がいいと思います、それ。あら、湿気がすごいから。私だからドア全開で湯船とか入るんですよね。はい、で、そのテラフェスで、うんうん、どうでした、受付やってみて。いろんな、結構混んでたみたいですけど。え、もうね、なんかね、私一人ぼっちにされててさ、どうしようって思いながら、ね、そう、受付本来2人か3人いるべきなんですけど、なんかちょっと立て込んでまして、高梨さん、そうそう、なんか自分も主催イベントで留守にしてまして、 そのイベントの受付が何も知らない高梨さん一人になってたという地獄絵図が私の知らないところで。思いませんか。もうね、はい、私も早くどっか行きたいって思いながら大変な状況になってました、ね、大変だったんですよ。いや、でもフォローしてくださいみたいな感じで、助け求めに行ったらね、助けてくれたんで、それは助かりました、すごく。はい、五木さんからメール来まして、うんうん、私、あ、お二人とも良かったですよ、うん、ありがとうございます、はい、私自身高校の時に写真部だったり専門学校でもカメラの授業やスタイリストをしていた時はウェディングドレスを着せたり、ウェディングドレスのアクセサリーの物撮りの撮影のお手伝いなどもしていて、台本には実体験を入れてみましたという。いつきさんって俺男性の方だと思ってるんですけど、もしかして女性ですか。そこら辺詳しく聞いてなかったんですけど、どっちなんだろう。また後で教えてください。男性かと思ってました。まあ、いつきってね、そうで、それにアイコン、まあアイコンは本人の似顔絵じゃないだろうけど、あ、これ女性よく見てなかったんですけど、まあ、性別不明かもしれない。店長さんから読んで、誠店長さんありがとうございます。ゆめりさんの演技最高、最高って言ってた最高みんみんさんは思っていた以上に上手でした。ありがとうございます。褒めてもらってますよ。店長さんも今度朗読劇にじゃあ出てもらって、じゃあ出てくださいで、お、コメントまた届いたみたいです、ありがとうございます。続々来てる。あ、はい、チョココロネ様ありがとうございます。朗読劇の特番期待してもいいでしょうか。もちろんゆめりさん参加でっていうことで
ただね、私今回ポンズーちゃんの代わりで来たので、今後出るかどうかはちょっとね、依頼がない限りは分かりません、はい、今日で首飛んでるかもしれませんので、はい、またぜひ高梨さんにも出てもらって大阪から、はい、ヒッチハイクで今度は来てもらって、ヒッチハイクで、あとカズさんがお二人の朗読良かったです、プロと素人のやり取りが新鮮でしたって、やかましい誰が素人素人だけど、でも初めてだから、そう、素人っちゃ素人だけど、はい、これからねレッスンに通います、養成所に通いますんで、はい、はい、で、まあ朗読劇もなんですけど、うん、自分の企画してる企画っていうか、自分の考えてる、うんうん、温めてる企画の中で、よくアイドルライブをやってるんですけども、そのアイドルライブの中の1コーナーとして、10分とか15分の朗読劇か舞台の、劇をやりたいなとずっと思ってまして、それ連続ドラマみたいに、つながるストーリー性があるもので、毎回、出演する人はもしかしたら変わるかもしれないです、主役とか、それでその内容っていうのは、自分 AKB のファンなんですけど、 AKB の歌に初日という歌がありまして、その歌詞がアイドルを目指してレッスンとか、ボイストレーニングとかダンスレッスンを頑張ってる女の子の、もともとはメンバーを歌った歌なんですけど、それを、女子高生、アイドル目指してる女子高生にフィードバックして、学校を舞台にした舞台を、連続ドラマみたいな舞台をやりたいなと思ってるんですよね。いつかそれを、それが実現できればいいなと思っております。てなわけで、はい、いよいよ高梨ゆめり特製チェキ抽選会の時間がやってまいりました。本日過去最高の枚数となっております。こんだけの、見て見て、これすごくない？過去最高とか今日で2回目だけどさ、見回してたら壊しそう。この中で、また来た、また来た、おー、すごい、もう締め切る、もう締め切りますもう、はい、これでおしまいだよ。はい、いつきさんから性別不詳にしております。いつきという名前は男女どちらでも大丈夫なように名付けました。アイコンは自分の写真を石さんに送って書いてもらいましたということで、いつきさんのね作品、まだ他にも、素敵な作品いろいろありますんで、よかったら見てみてください。ください、はい、では抽選会始まる。私が選ぶの、はい、島中さんがね、とってもとっても多く量を送ってくれたんで、そうそう、ここは高梨ぬめりさんが空気を読んでくれると思います。今高梨って言いました？言ってないです。あ、本当、素人なんで、そこら辺ちょっと滑舌がね絶対嘘だ、はい、高梨って、ちょっとなっちゃう時があるかもしれないですけど、ナスが食べたい時とか、はい、なんて、ナス食べたいときとか、高梨とかなってやるかもしれません。ナス食べてたら共食いって言われるんですけど、私ナシなんですよ。ナシなんですよ、実は。ナス。ナシですか。ナシなんです。でげ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 でスマチューさんはね、はい、ガチのゆめりさんファンなんで、当たってよかったです。よかったですね、はい、であげる。てなわけで残り5分になりましたけども、早い、まとめということで、まとめのコーナーが来ました。はい、はい、どうでしたか？いや、思った以上に楽しかった、うん、全然緊張してないでしょ？いやいや、そんなことないですよ。あ、本当ですか？うん、緊張めちゃめちゃした。本当か？最後にあれももう一回告知を、告知、はい、では皆さんもう一回聞いてください、現在高梨ゆめりはですね、放置少女声優オーディションに参加しております。イベント審査が5月21、22となっていますので、皆さんよければマイスター知らないっていう方はね、よかったらインストールして無料で応援もできますので、インストールして応援してくれるとすごく嬉しいです。今そしてゆるイベも参加してますのでね、高梨ゆめりってどんな人だろうって気になった人はツイッター見てもらったり、マイスタ見てもらったりしてもらえると、まあ高梨ゆめり、あ、こんな人なんだってわかるかなって思うので、キャラぶっ飛んでるとか思わないでくださいね。はい、フォローもしてください。はい、
皆さん応援よろしくお願いします。将来どういった声優さんになりたいとかあるんですか、目標にしてる方とか。私はですね、今ここにね、とある声優さんの、何ですかそれは、ね、あのやつがついてるんですけど、これ私の大好きな声優さん小倉優衣さんのグッズになっております。はい、なのでね、ちょっと人間としてちょっと憧れてる声優さんなので、このね、小倉優衣ちゃんを目指してみたいな感じではありますけど、まあ演技としてもいろんな役を演じれる、そしていろんな声を出せるっていう声優さんになることが一番の目標かなって思っております。一番得意な役柄とかありますか。悪役。え悪役なの。あのヤンデレとか大好きですね。発狂する人みたいな最後の最後でなんかややこしいのぶっこんできましたね。どういうことですかそれ。あと小悪魔系とかね、ああ大好きですよ。小悪魔系は大体なんとなくわかるけど、ヤンデレ系ってどういうことですか。結構ねツイッターとかにもボイスサンプルでヤンデレ系発狂系みたいな上げているので、よかったらあの見てください。はいはい。マイスターとツイッターと、マイスターとツイッターと、はい、歌もね高梨さんとても上手いんで、この辺も見てもらって、上げられた。はい、でもまた今回あの高梨さんも来てもらって、まあなかなかね、配信アプリでのオーディションとか、まあ、マイスター動画投稿型オーディションアプリ、ということで、多数の方が参加していると思うんですけど、まあそういうあの、まあ、高梨さん今回予選で1位ということで、まあ、決勝までいけることになりましたけど、それ以外の、予選で落ちた方の中にも、とても素敵な方がいると思いますので、まあ、自分の活動も前からそうなんですけども、そのまあ、モーニング娘。に、モーニング娘。っていうの、もちろん国民的アイドルグループが今も活動してますけども、もともとモーニング娘。自体、あるアイドルさんのオーディションから落ちた人、落ちた方から集められてできたグループなんですけども、むしろ、合格した人よりも落ちた人の中の方がダイヤの原石じゃないですけど、そういうの、方がいる可能性があるんじゃないかと思いまして、まあ、こうやってラジオに出てもらったりね、うち の主催ライブに出てステージ体験してもらって、ステージの楽しさとか表現する楽しさで、自分もあのそれを見てるうちに、自分でもこうやって朗読劇やってみたいとか、まあ、歌もね、まあ、ステージで歌うわけじゃない、今のところ歌うわけじゃないんですけど、ボイトレに通いたいのとか、そういうふうに思って、思い出してきたんで、実体験として実はそうやってライブ見たりとか、映画見たりとか見るよりも実は参加する方が楽しいんじゃないかって最近思い出しまして、その辺どうですか高梨さん。確かにする方が楽しいと思います。はい、ですからね、この、放送を見てる方で、まあ年とかね、まあいろいろ仕事忙しいとかあるかもしれませんけども、はい、やってみたいとか、ど素人だからちょっと怖いとか思ってる方もねいるかもしれませんけども、一歩踏み出して挑戦することによってまた新しい世界が、広がるんじゃないかなと思ってますんで、そういう方いればどんどん自分もね、応援していきたいなと思ってますんで、自分もこれからどんどん、そういう表現する世界にも自ら飛び込んでやっていきたいだなと思ってますんで、高梨さんと、まあ、自分も友ども含めて、応援の方よろしくお願いします。お願いします。最後締めましたんで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回5月またで第4土曜日にやりますんで、よかったら見てくださいということで、次回はねポンズーさん、戻ってくると思いますんで、今回何のツイートもしないですけど、あの人サブ MC も交代させようかなと思ってるんですけど、大丈夫でしょうか。次回ポンズさんが出てくるのか来ないのかも含めて、楽しみに待っててください。はい。